さあついにやってまいりました、包囲網ですね。ここでやるつもりはなかった、まあ、九州と近畿で包囲網されててですね、まあ、勢い余って、へんてこな飛び地攻略もまた出てしまったんですけれども、攻略的には順調ですね。包囲網の最中、浅井さんを撃つと、はい、攻略に成功しております。さあ、包囲網真っ只中ですけれども、何か面白いことできるんでしょうか。さあ、ご覧ください。そろそろ寿命なんですよね。天も人も俺に背くことは許さぬ。今は待て。宴会、あ、宴会できねえのか。あ、誰か来る。誰だ。はいはい、うん、やりましょう。まあ勝つだけだったらそんなに難しくないんじゃないかな。なんとかしろ。我が部、思い知るがよい。やりたい。ああ、あー、もうなんてこった。いやー、最後射撃にしなければ勝ててたのにね。お味方が討ち死にしました。失敗したな。来ちゃうなこれ。出陣します。あー、来たな。不義の戦で世を乱す者、我が義の刃を持って成敗せん。めんどくさいな、もう。ちょっと待ってね。進め。適当。適当にやろうね。あ、斉藤さん。行きます。ここでいいんだ。こっちは830でしょ。覚悟、お見せしよう。行きます。我が覚悟、お見せしよう。まあこっちは畠山さんっていう米の出所がありますからね。揺るがないならやりません。うん、落ちるんじゃない。乱世を終わらせる。どんどん行こう。ちょちょちょ、直虎さんに行くんですよ。参ります。集結中、14,000。え、姫路って10,000もいるの。いたします。ゲッチ、姫路はね、健常なんで帰ろっか。ゆるがーな、いい。落ちんじゃない。落ちないの。誰も手助けに来ないのよ。待機する。どんどん行こうね。そうね。口ほどにもない。ラッシュですね。ね、別にズルしてるわけじゃないんですよ。あ、じゃあ直虎さんは帰ろう。はい。安土に行きましょう。B でしょ。 B なんだよね。進め。うん、これめんどくさい。だんだんねえ、パープキットのね、結成めんどくさいんだよね。めんどくさくない。あ、疲れた。やっぱ急に攻められるとあれですね、弱いですね。必ずや成し遂げようぞ。帰ろ。龍造寺さん。もううちらも負けたしね。待機します。あー、結構かかるね。あ、帰った。
やるしかない。この勝ちが明日を切り開く。結構大変だな。片付けない。4000か。やろうか。ちょっと待ってね。大丈夫ですかね。ここはしようよ。めんどくさいな、もう。何回負けてんだろこれ。あ、いいぞ。これ毛利さんでいいでしょ。助太刀痛そう。あ、帰った。毛利さんは、あ、姫路ね。うん、あげるあげる。あげるよ。敵が我が領内に向かっております。あ、また来んの？めんどくさいな。ちょっと大友さんがな、怒ってるからな。こっち行けばいいのにね。この志果たさずに死ねるかよ。こっち行けばいいのにね。報告いたします。を打ちましょう。出陣しましょう。減らねえな、畜生。壊しようよ。あ、できんじゃんね。承知いたしました。本気に行くとやられちまうからな。あ、こんな感じかな。出陣しましょう。ちょっと意味不明な感じで行こうか。意味不明な感じで行こうぜ。あ、なに、島さんも来んの？なんなんだよ、めんどくせえな。はい、ゴー。この志果たさずに死ねるかよ。どうなるかな。はいはい。大変。安土セミナリオだって受けるな。ホイセルだけだったらこんなにいらないよね。じゃないか。1万ね。あ、そっか、ここ攻め口いっぱいいるんだったな。失敗したな。帰るか。我に続け。籠城。あ、当選部してんだ。手を打ちましょう。皆さん続いてください。行きます。帰るか。あー、取られそうだな、一条ね。出陣する。ここは間に合わないか。あ、直政来た。あなたが直政ねって。あ、来た。報告いたします。そんでそんで、あ、こうはするんじゃない。はこうは申しかけてますね。出陣するぞ。我が野望、何人たりとも止められぬ。帰ろっこ。まだまだなんですね。大変だね。
ここまだ？うちくっちゃいけない城ですね、ここは。まったくもう。お、北条さん。助太刀いたそう。かたじけない。行くぞ。出陣する。待機する。よし、やった。騙されやがったぞ。報告いたします。大変だなぁ。ん？ああ、これ大友さんでいいんじゃない？あ、交渉できんじゃんね。交渉でもしあれだったら、ちょっと5詰め出さなきゃいけないですね。はい、あ、上司とこ行けんじゃん。いやー、ガモーさん来た。我らとて負けられぬのでな。いいね、帰ろう。帰ろう。鉄砲、うん、まあいいんじゃない。うんうん、北条さん頑張って。報告いたします。ここでも開通するとさ、どうだろう、普通になっちゃうな。普通だな。でもね、なんだ、僕こっから始めてますからね。あのね、意味あんまないですね。苦しいだけでしたね、ここまでね。苦しい、うん、序盤は面白いんだけどな。あ、婚姻できんの？あ、いいじゃんね。仲良し恋した。仲良し恋し。大友さん頑張ってほしいな。頑張ってほしいな。え、ダメなの？失敗したの？結婚しようよ。いいよ、どんどん頑張って。鉄砲くれ。かたじけない。報告いたします。なんとかなんじゃねえかな。なんでよ。承知いたしました。なんでよ。北条さんとたまには仲良くしたいんですよね。我らの勝ちだ。勝ち時を上げろ。そう、これでゲームクリアだ。嘘よ。それは嘘ですね。行くだけ。あ、いや、帰ろう。講話だしね。普通だな。まあいいや。あ、慣例名乗っちゃう。ちょっと待ってね。あと110日もあんの。落としたの。使いの者が来たようです。戦場で死ねぬか。報告いたします。ちょっとずるいけど、
手に入るまでやりましょうね。はい、婚姻同盟結ぼうよって言ってんでしょう。承知いたしました。はい、そろそろあれじゃないかな、交渉しねえかな。ちゃ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 、先月の収支。そうだな、ふん、5000、たった5000の兵に屈するっていうね、ちょっとありえないですけどね。ダメなの？なんでよ。なんでダメなんだろうな。あー、どっかとついたのか。早いね。早いよ。はい、真田昌幸さん全面解放。講和解除。このパターン多いよ。あと2ヶ月大変だ。あ、姫路落ちましたね。あ、また龍蔵寺さんともうできんの、めんどくさいね。攻められるんじゃないかな。攻めらんないのかな。OK よ。我が野望、何人たりとも止められぬ。ちょっとこれに時間かかりすぎてるな。報告いたします。ゲッチ、やっぱ内戦も自分でやんないと結局長引きますね。必ずや果たしてみせようぞ。オイルガーナー、いい。負けるわけにはいかぬでな。やろ。しょうがないからこうしようか。はっ。あれ？小田さんはなんだ？親善仕掛けてんのか。上杉さんにね。上杉さん長生きだね。敵が我が領内に向かっております。やけくそか。あっ、あそうですか。飽きないを始めましょう。仰せの通り。いついらないかな。報告いたします。ご命令を。じゃあチャンスなんでね、籠城してもらいましょうか。我に続け、我に続け、いざ参ろうか。来るかな。まあ、来るんだろうな。敵が我が領内に向かっております。ここ無視するのなんでなんだろう。よくわかんないね。大友さんはさ、くれないんだよね。ケチだよね。進め。もういけないもんね。大友さん通してくれないと。通してくれよ。あ、息子よ、頑張ってくれ。あ、これうざいからいらない。毎回出ますよね。籠城だ。まあ仮に取られてもいいでしょう。その間に取っちゃえばいいもんね。次の戦で世を乱す者、この野郎。刃を持って。俺はちょっとイカリングですよね。イカリングですよ。我に続け。
援軍くんねえかな。米足りないんじゃない？盛大にね。これは、あ、桶狭間か。行こうか。いざ参ろうか。待機する。大友さん。天も人謎の裏切りですかね。俺に背くことは断られてもいいでしょう。この志必ずや果たしてみせようぞ。赤子の手をひねるようなものよ。そうですね、あのこっちに張り付いてもらってるうちに行きましょうね。いざ参ろう。もう帰る場所ないですよあなたは。誰に続けこういう攻略もありですよね。1万2000でしょ。ちょっと待って、揺るがないって出ないかな。こればっかり頑張りましょうか。これ勝てないとちょっと九州から追い出されてしまう。内政やっぱ自分でやらないと苦戦しますね。ってか大苦戦だな。惜しかったな。もうちょいで勝てたんだけどな。お味方が捕らえられました。腹立つわ大友の野郎。誇りにかけて負けはせぬ。じゃあ大友さんのを狙うかん。あーでも米ないんだよな。あの九州先かなと思ったけどそうでもないですね。敵が我が領内に向かっております。ちょっと取られるしかないな。この城もらい受けよう。先にあの小田さんを攻略しよう。行こうか。まあ、こういう時もありますよね。路上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 。持たないだろうな。我が覚悟お見せしよう。お父さん腹立つわ。虚構天も人も俺に背くことは許さぬ。でもあれですよね、小田さん帰るとこなくなっちゃうよ。
そうだな、米的にちょっともう限界だもんな。我が領内に敵が迫っております。まあ、取られるまんまですね。悪いが負けられぬのでな。先に大友さんに詰めとけばよかったかもしれないですね。手を打とう。岐阜城、清洲城置いとこうか。手を打とう。帰り雲城はね、確かね、戦況が狭いんですよね。あー、でも5800しかいないならいいんじゃないかな。いざ参ろうか。揺るがない。弱者にしよう。城交換か。それが戦場よ。片付けない。行くぞ。そうですね、敵が攻めてくるときっていうのは、こうやって攻められてもなかなか引かないんですよね。逆にチャンスって言えばね、あ、城を取られるの僕は初めてかもしれない。パープキットやる、そんなことねえかな。赤子の手をひねるような。それ言い過ぎかな。ことじけなし。行くぞ。前進せよ。シーダもね、うん、行けんじゃねえかな。帰る場所がないぞ、ノブさんの。森さん、あ、助けて。助立ちいたそう。報告いたします。米がない。ご命令を。米買おう。取引を行いましょう。ありがとうございます。よし、いいぞ。皆の力合わせよう。どうすんだろうね。帰ってったな。あー、方位強行にしてみようか。こっちだ。さすがに帰り始めましたね。帰る場所ないっつんで。揺るがない。で、これ落ちるんじゃないかな。騙し抜き勝ち抜く、それが乱世の制度よ。城交換だな。大友さんも帰る場所なくなっちゃうじゃん。この城をいただくとしよう。よしよしよし。閉じけなし。タイマーね。大友さん、あなたの帰る場所はないんだ。岡城。あ、こっちゼロ人じゃんね。どうしようか。いいぞいいぞいいぞ。いいぞ。ちょっと城が取られるのが腹立ちますけどね。まあでも逆にこっち取ればね、3万。我が領内に敵が迫っております。参りましょうか。ままならぬものよ。あ、取れちゃった。出撃すればよかったのに。我が領内に敵が迫っております。あ、誰が来るの。あ、島津さん。なんということか。おい、勝ったぞ。勝ち時をあげよう。いいぞ。行くぞ。肉を切らすと骨を断つとはこのことだよ。北条さん。助立ちいたそう。ちょっと待って。北条さん抜け駆けか。あ、これは俺の城なんだよ。何日だ。25日。あ、36日。間に合わないな。そうですか。
ょっと間に合わないね。これあれかな、ひどいやつかな、もしかしてね。あ、26日。ああ。よし、先に行くぞ。こっちの方が早い。よし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 。よし、いいぞ。ざま見ろ。九州は捨てるか。ねえ、毎回ね、うまくやってるように見えて、まあ、失敗もしますからね。待機せよ。飽きないよ、始めましょう。でもこれで北条さんと仲悪くなる可能性もありますからね。報告いたします。込めたりね。ご命令を。その代わりノブさんが滅ぶみたいな感じですかね。この城もらい受けるぞ。かたじけない。意外だな、ノブさん先に滅んでしまう展開なんだな。こう何が起きるかわからんな、本当に。わからん。おいおい、こんなもんかい。北条さん、これ恨みに思われんじゃないか。大丈夫かな。大丈夫大丈夫。あ、ここに。本当に恨みに思われるの多分これな。僕だったら恨みに思うの。岐阜城、最後に献上が残っちゃったね。悪いが負けられぬのでな。ノブさんやったらちょっと今日は俺にしようかな。だいぶやってるからね。出陣しよう。最後、さあ行きましょう。あー、ごめんなさいな。よしよしよし、いいよし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 。ああ大変、ああ大変だなこれ。片付けない。帰ろっか、脱出しようか。なんということか。はい、どうぞ。我が妻、やはり天下無二のものですね。バンバンこれ一気やられそうですね。牢城ピヨン。ホイモンまだまだかな。壊しようかな。何集結してんだ、あの畠山さんはね。あ、ちょ、米足りないな。米もらおっか。我が戦、お見せしよう。力を貸すぞ。ありがとう。敵が我が領内に向かっております。まだ来んの？さすがちょっとめんどくせえな。三部隊か。三部隊だったら なんとかなんじゃないか。皆の者
これなんで攻められないんだろうな。よくわからんな。行こうか。我が覚悟、お見せしよう。はい。どうしておこう。いいの？勝ったぞ。勝ち時をあげよう。帰ろっか。岐阜城だけはまあ包囲なんだろうな。包囲。これ2部隊だけか。そうだね、ちょっと待ってね。あ、3つね。セミ口は3つ。3部隊いればいいな。帰ろっか。そうだね。これでいいんじゃないの？いいんじゃないの？元さんが先に滅ぶっていうね。ちょっと面白いな。誰が待機した？ああ。家康さんですか。いいよ。勝ち戦だ。勝ちの気をあげよう。ことじけなし。これもうゲームクリアって言えないな。言えないね。なんだかんだでまだいっぱいやることあるな。え？なんか仲間割りみたいなイメージですけどね。まあこれはしょうがない、やるしかないですね。やるしかないですよね。大変。クリアするまで待って収録しようと思ったけど、そんな甘いこと言ってられる場合じゃなかったね。前、天下聖筆、必ずや成し遂げようぞ。はあ、大変だった。やろ。これ謎ですよね。そうそう、勝ってくれ。畠山さん大丈夫かな。畠山さんに上杉さんが攻めに行かない理由って何かあんのかな。ない気がするんだけどな。報告いたします。あ、清正さん、片付けない。ゲッチ、闇取引の威力だな。我が妻、やはり天下無二のものですね。うん、え、はい、つけ立ちいたそう。あの黒川が狭くてやばいんですよね。雄三寺さん、何調子こいてんですかみたいなね。そっか、米ないのね。やった。やっといったね。いいよいいよいいよ、頑張って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 。バグったのかと思ったぞ。え？ 29,000。 え？あ、いいけど。え？かたじけない。まだ死にとうない。ちょっと待ってね。あれ初めて見たんだけど。え、2万も増えるの？まあいいんだけど。バグかな。かしこまった。かしこまった。いや、散々な目にあったね。かしこまった。
3月でしょ。あ、やっと勝ったか。心してかかれ。あ、9000も出てくるの。これまずったかもしれないな。怖いね。そう、9000も出てくるなんてね。腹立つわ。お味方が捕らえられました。腹立つわ。出陣します。杉さんがなんかおとなしいですよね。立ちはだかるな。あー、やっと終わった。打ち砕くのみ。大変だった。大変、こんなに大変な思いしたの初めてだな。もうクリアでしょ。まあちょっと疲れたけどこの辺にしとこうか。編集で盛り上がってるといいな。じゃあまた、じゃあまたねー。